運行経路図、アムトラック、カスケーズは、カナダのバンクーバーと、アメリカ合衆国のオレゴン州、ユージーンを結ぶ、旅客列車である。カナダのブリティッシュコロンビア州、アメリカ合衆国のワシントン州、オレゴン州を、運行範囲とし、各州の援助を受けて、アムトラックが運行している。列車名は、カスケード山脈に由来する。中間のシアトル、 ポートランドを発着する列車が設定されており、全区間通し、運行は行われていない。高速化を図るため、客車はスペインのタルゴ製客車が使用されている。現時点での最高運転速度は時速 127km であるが、最高設計速度は時速 200km に対応している。機関車はシーメンス製、チャージャーの SC-44 が充当される。 機関車は編成の南側に連結し、北側にはタルゴ生成業者が連結される。2017年12月18日、シアトルからポートランドへ向かっていた列車がワシントン州タコマ近郊のデュポンで脱線する事故が発生し、3人が死亡、100人以上が病院へ搬送された。現場はこの日に開通した新線であり、高速道路をまたぐ。 高架橋手前にある急カーブでの速度超過が原因とされている。当該列車はこの新線経由で運行される一番列車であった。ありがとうございます。